仕方ない。修羅の国安が安永の彼方よりいずる者、ダークフレイムマスター、ここに擁護。貴様は竜で戦いを挑もうと思ったのがお前のミスだ。デコモリ・サナエ、いや、ミョルニル・ハンマーよ。どういうことですか。俺の体に宿っているものを忘れたのか。暗黒竜？いいな、我が身に眠る竜は今やそれを凌駕し、暗炎竜へと進化を遂げたのだ。闇の力を持つ者でも、4000年の歴史においてたった6人しかその身に宿すことを許されなかった暗炎竜。それが宿っているというのか。